シャオランくん。あ、くのぎさん。今日の日直、シャオランくんだよね。これ、B 組の先生から預かってきたの。ホームルーム前に黒板に貼っておいてくださいって。ありがとう。どうしたの？元気ないね。そうかな。っていうか、難しい顔？そんなに顔に出てるかな。うん、出てる。そうか。聞いても大丈夫？さっき、黒金先生にバレンタインデーのことを聞いたんだ。ああ、明日だもんね。なんだか、大変なことみたいで。女の子にとっては大変だよね。やっぱりそうなのか。その日に命かけちゃう子もいるから。命？女の子はね。シャオランくんもきっとたくさんもらうね。え？チョコレート。あ、遅刻しちゃう。じゃあね。うん。陰謀で命がけのチョコレート。さっきは悪かったな。綿貫連れ出しちまった。いや、気になってたことは聞けたし。にしてはさっきより顔色が悪いわ。さっき気になってるって言った2月14日のことをファイ先生と黒金先生とクノギさんに聞いたんだけど。ってことはバレンタインデーね。うわっ！ゆうこ先生、次隣のクラスで古典の授業でしょう。いいのよ、待たせておけば。なんで窓から入ってくるんですか？近いからよ。この学校の先生は窓から出入りする決まりになってるんですか？いいえ、でも緊急時はやむを得ないと通達を出してあるわね。古典教師兼理事長として。今が緊急時なんですか？ええ、バレンタインデー前日に留学生がバレンタインについて何やら思案顔なんですもの。超緊急事態よ。はあ。で、どうしたの、シャオランくん。あの、授業が。それはそれ、これはこれ。でも。言いなさい。はい。日本のバレンタインデーがよくわからなくて。最初にモコナたちに聞いてたんですけど、途中でファイ先生が来て。ああ。そしたらファイ先生が黒金先生を呼び止めて、黒金先生がバレンタインデーは陰謀だって。で、その後クノギさんが女の子は命がけだって教えてくれて。ああ、日本のバレンタインデーは大変な日なんだなって。そうよ、日本ではバレンタインデーは大変な日なの。そうなんですか。陰謀渦巻く女子の命をかけた戦いの日なのよ。戦い？でも戦いにチョコレートは何の関係があるんですか？ある意味武器ね。それを使って狙い撃ちっていうか。撃つんですか？炸裂されることもあるわね。手作り攻撃とか。炸裂？シャオラン君も明日はチョコレートを持った女子の戦いに巻き込まれないように。はい。あの、何？女の子は全員なんですか？参加しない女子もいるけれど、大多数は賛成するわね。じゃあ、さくら。科学の時間だよ。時間だよ。時間だよ。というわけで、頑張ってね。また窓から出ていった。遅れました。ギリギリセーフだよ。よかった。遅いぞ。うるせえ。こっちの担当の打ち合わせが全然まとまらなくて、結局放課後また集まることに。で、シャオラン？え？なんかさらに顔色悪いぞ。2月14日のことか。いや、それは分かったんだ。教えてもらったから。あれは教えたっつうか、歪曲しすぎてるというか。ん？なんだ？はーい、そこ。おしゃべりはいいんだけど、ここ試験に出るよ。後で困っちゃうかも。ああ、はい。
いや、でも本当に大丈夫か。うん、日本のバレンタインデーって大変なんだな。さくらさんは大丈夫なのかな。シャオラン、おはよう。おはよう。おはよう。元気ないね。今日は2月14日だから、日本の女の子たちが陰謀で戦う日なんだろ。信じてるね、信じてるな。だから。あ、女の子だ。何か持ってるな。こっち来るよ。あっちからも、そっちも。おはよう。よう。ってなんだその格好。どっかで派手に転んだのか。登校中に女の子たちがいっぱい来たの。チョコ持ってな。バレンタインデーだもんな。お前はもらったのか。うるせえよ。なんだかみんな突進してきて、他の学校の子もいて、避けるのに精一杯で、まさに命がけって感じだった。